日本宮城県仙台市大白区西中田西中田は宮城県仙台市大白区の地名。現行行政地名は西中田1丁目から西中田7丁目。郵便番号は 981-1105JR 南仙台駅の西側区域にあたる。東北本線南仙台駅の西側に位置する。西から北にかけて野牛1丁目、2丁目。 三丁目及び野牛、東で東北本線の線路を挟み、中田一丁目、三丁目、六丁目、七丁目、南東で、名取歯神洋殿、南西で、名取市田港と接する。中田の港も、三椒のこと南仙台駅周辺は、旧中田村の中心部であったが、欧州街道の宿駅、中田宿があった線路の東側に家屋が集中しており、線路の西側は、 昭和16年の仙台市編入後も依然として、田園地帯のままであった。昭和40年代に入り、中田地区にも、宅地開発の波が押し寄せると、市当局はこれに対応すべく、昭和47年から仙台市中田町の内東北本線伊勢の土地97.0ヘクタールを対象に、土地区画整理事業を実施した。 事業開始から8年目の昭和54年7月、南仙台駅及び旧中田塾を中心とする中田町の北西部に住居表示が実施されることになると東北本線の線路を境として、当該部分の西側を西中田とし、東側を中田とした。なお、同地区の区画整理事業は昭和56年に完了し、これに続く形で翌年から、 西隣の柳木内区でも区画整理事業が実施されたまで、2017年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。